湖南大店の藤崎です。今日はスコティッシュフォールドのご紹介です。この子は8月25日生まれの女の子で、立ち耳のスコちゃんです。毛が長めになっているので毎日ブラッシングが必要です。とてもおとなしい性格で鳴き声も可愛いです。フクロウっぽいのでスタッフからフクロウちゃんと呼ばれています。次の動画では俺耳のスコちゃんのご紹介をしてますので、よかったら見てください。